ただしこちこんばポテトです。ということでですね、今日はですね、芋的おすすめ育成やっていきたいなと思います。このガチャ来ましたね。で、今回このね、まあ特にはこの3人はまあ強いんでいいんですけど、それ以外のところですね、この動画ではですね、それ以外のハイライトの選手たち取ったからにはやっぱり育成したいよねっていうところで、どういう風に育成していくといいのかなっていうのを今までの検証をもとにですね、言っていきたいなと思います。まああくまでこうガチスカに残るためにどういう風に育成していくかみたいなところでやっていきますので、結構とんがりがちなね育成になるかなとは思うんですけど、参考にね、一つのね参考にしてみていただければなと思います。さあ、ということでじゃあ早速ね、どんどんやっていきますか。リフトアップが若干ねずれててね、微妙に違うとこあると思うんですけど、基本的にはね育成同じなのでね。はい、まずはグリーズマンですね。グリーズマンは、まあ、セカンドトップとかで使う形になるかなという想定でやっています。まあ、OMF でも守備意識高いから、まあ、ありっちゃありなんですけど、スタミナがものすごい高いわけでもないですし、ディフェンス能力すごい高いわけではないので、っていう意味では、前目の能力を高めるのがいいのかなというところですかね。で、ボルコンとオフェンスにちょっと特化して、育成してみてます。なので、まあ、ワンタッチしてからのシュートとか、ワンタッチしてからのスルーパスとか、いうのができるような形ですかね。ボルコン高いとかなりトラップも良くなりますし、あとオフェンス高いとですね、裏への飛び出しの反応とかもすごく良かったりしますから、そのあたりをふんだんに活かしながら、実はフィニッシュ以外もできるよっていうのが一番良いかなと思います。ルーカス・オカンポスですね。この選手インサイドレシーバーなんですけど、まあ、ピンポイントクラスないしってなると、結局最後ゴールに近い位置で勝負することが多くなるのかなというところですかね。なので、まあ、左ウィングでインサイドレシーバー活動してもらって使っていくのが一番良いかなと思いますけども、オフェンスセンス、そして瞬発力ですね、ここにちょっと特化して作っています。なので、もうどんどん裏にね、抜けていってくれるようなイメージというかね、最後もフィニッシュをしに行くっていうようなイメージでいいのかなと思いました。で、あとはチェイシングとかついてますから、この辺からですね、もう前線からどん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 プレスしに行っていってもらうと、良いところもねがっつり生きてくるんじゃないかなと思います。で、このねワンタッチシュートもありますから、ここをねふんだんに生かしてあげるといいかなと思いますので、左ウィングで使って、で攻めるときは右から逆サイドからね中にパスを渡していって、最後オカンポスでフィニッシュをするというような形が一番良いのかなと思います。ビクトル・ツイハンコフ選手ですね。この選手はですね、ウィングストライカーの、まあ、右のウィングで一番いいかなと思います。ドリブルとスピードに特化してあげると良いかなというところですかね。まあ、これだったら普通にあのワンチャンね、最後後半とかだけでもいいし、まあ、前半からでもいいんですけど、使ってあげる分には全然良いかなという感じがしました。まあ、177センチなんで、それなりにドリブルできると思いますし、まあ、フライパス80あればね、ピンクロもあれば十分良いクロスを上げれるかなというところですかね。逆足でもまあだいぶいいのを上げれるんじゃないかなと思いますので、そういった使い方が良いかなと思います。シンプルにあのザ・ウィングストライカーみたいな使い方いいと思います。セルロートですね。セルロートはもう結構とんがらせちゃいました。ちょっといろいろ考えたんですけど、スピード速くするとかもね考えたんだけど、結局ねそういう選手で結構いるんで、あんまりとんがらないというか、ガチスカで使おうってならなそうだなと思ったので、という意味ではですね、身長はもう唯一無二だし、フィジカルコンタクトは、そしてボディバランスもね結構高いですから、そこを活かしつつですね、決定力94にしちゃって、で出ればとりあえずワンチャンで決めるみたいな、そういうタイプにしておくとですね、まあ後半だけとか最後だけでもいいですし、そういった使い方もね見えてくるかなと思ったので、まあそれぐらいとんがらしたほうが良いかなと思います。フェラン・トーレスですね。フェラン・トーレスはこれはちょっとね、もうセンターフォワードかなみたいな感じでちょっと育成してます。なので瞬発ですね、ここをかなり重視してですね、でボディバランスも90乗せている状態ですね。これで、フォワードで、いい抜け出しもしてくれるかなと思いますので、ドリブル上げてってもいいんですけど、184センチなんで上げてもね、まあ使用感めちゃめちゃ良くはならないんですよね。限界があるので、そう考えると、まあドリブラーそれなりにしといて、他の瞬発とか決定力とかに振ってあげる方が良いかなと思いましたので、こういう方をこういう使い方にしましたね。はい。で、最悪サイドで使ってもあのピンポイントクロスありますから、フライパス76とかあればね全然上げれるんで、そういった使い方もできるかなと思います。セルヒオ・カメージョですね。この選手デコイランなんですけど、まあ、センターフォワードでしか使えないんですが、ちょっとこんな感じにしてみました。結構おもろいと思うんで
だよね。スピシュンかなり早くしてですね、でスタイナは90に乗せておきました。デコイランってね、結構裏に抜け出す動きをね常にしてるので、でいろんな方向にねあちこちあちこちやりながら変な動きというかね、パッと見変な動きになるんですけど、せわしなく動いてるって感じなんで、スタミナがね割とあるといいんですよね。でそこに加えてスピード瞬発、ここがあるとかなり生きてきますから、そういった形で使えるといいかなと思います。で決定力も88でかなりいいし、ワンシューもついてますから、ちょっとした相手の隙をですねついて、そこに裏抜けするとかいうこともできますから、これね結構面白いと思うんだよな、うんと思ったので、こんな感じの育成にしてみました。ニコ・ウィリアムスですね。ニコ・ウィリアムスはまあベニシウスと違ってですね、決定力はそんなに振らなくていいので、ドリブルとスピードに特化させるようなイメージでいいかなと思います。これもかなり速くてかなり厄介だと思う、両足使えるっていうのもかなり厄介だと思いますから、ぜひ使ってみてください。ビニシウスですね。ビニシウスめちゃめちゃ強いね。これはもうセンターフォワードじゃないですか、完全に無印センターフォワードかなっていう意味で、ドリブルスピードをかなり速くした状態で決定力も90乗せてくるという形にしました。まあウィングでしか使わないよとかね、サイドでしか使わないよって人は、まあ決定力そんな上げないでスピードとかに振ってもいいかなと思うんですけど、見栄え的にもねこれぐらいあった方がかなり使いたくなるんじゃないかなと思います。まあドリブルしなくてもですね、ボルコン90にありますから、ワンタッチからのシュートとかそういった風な使い方も、ね、全然できると思うので、その辺はね使ってみてください。ルイス・フィーゴですね。ルイス・フィーゴはもう結構ドリブルに特化しちゃいました。ルイス・フィーゴがスピード瞬発90あるっていうのに違和感しかないんですけど、でもまあこれぐらいしておくとね、今の環境としてはかなりいいんじゃないかなと思います。でボールキープ高いのがやっぱりいいので、かなりくるくるね方向転換しながらドリブルっていうのができるかなと思いますので、こんな感じだったらいいんじゃないかな。本当にどこでも決定力も80乗っかってるので、でパスもできますから、何でもできるような、こう何をしてくるかもわからないような、そんなタイプになるかなと思います。サビオラですね。サビオラに関しては瞬発、こっちに結構特化しちゃっていいかなと思いましたね。というのも168センチなんで、この時点でドリブルかなりしやすいです。なのでドリブル振ってもいいんですけど、まあ、これぐらい振っておけば十分ねくるくる、細かいドリブルできるかなと思います。そこに加えて瞬発ですね。でボディバランスとも高いので、これでかなり無双できるんじゃないかなと。でセカンドトップ使えるのもいいね。無印でセカンドトップ使えるっていうのもすごく魅力的ではありますかね。まあ、ただラインブレーカーのねこの瞬発を使ってあげると良いかなと思います。パブリック・クライファートですね。この選手はですね、まあ、何でもできるタイプになっていきますから、見た目も含めてですね、オフェンス、ボルコン、そして決定力、そしてフィジカルコンタクト、ここを全部ですね90に乗せておくという形ですかね。でパスももちろんできますから、何でもできるようなタイプですかね。あシュートもできんの、パスもできんの、ヘディングもできんのみたいな感じで使っていけるとすごくいいのかなと思いますね。まあフォワードで使ってあげるのが一番良いかな、うん、とは思います。アグレッシブネスもね一応70に乗せておいたので、まあある程度守備もできるかなと思います。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。少しでもね参考になっていただければなと思います。皆さんのねおすすめとかもあったら、ぜひコメントで教えていただければなと思います。まあ今回のガチャに関してなんですけど、まあそうですね、引くべきかどうかで言うとですね、フィーゴのドリブル、そしてビニシウスとかね、この辺に関してはかなりおすすめなので、まあそこだけでも引く価値はありそうかなとは思っていますが、絶対引けよっていう感じほどでもないので、まあそこはね、おのおの考えてみてください。はい、ということでですね、今日の動画これで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。